皆さん、こんにちは。前回自分が Discord のパートナーになったという動画を出したと思うんですけど、今回はさその Discord の中身について少し詳しく説明しようと思います。でえー、基本的に今回紹介するのがサーバーの立て方についてです。で基本的にサーバーは、えー、身内と VC しか使わないっていう人は正直意味がないんですけど、 身内以外にもいろんな人、知り合いとかを含めて誘ってやりたいっていう人は結構有意義だと思うんで、興味がある人は見てみてくださいで。サーバーの立て方なんですけど、一番左下のここのサーバー追加というところをクリックしてもらって、新規追加、新規作成っていうところがあると思うんで、そこのサーバー作成を押してみてください。で、この画面になって、 サーバー名がまあ何でもいいです。まあ、仮にテストとかでもいいんですけど新規作成を押してでこれがサーバーの画面です。今地面しかいないのでこのような感じになってます。でここのサーバーでじゃあ普通のサーバーと普通のサーバーじゃないえ普通のフレンドを呼んでダイレクトでつなぐのと何が違うのかっていうと えここですね。ここのサーバー設定、一番左上のテストのこの名前のところをクリックしてもらって、サーバー設定を押すと、ロールっていうのを追加できます。で、一番最初にある、このエブリワンっていうのが、一番最初に入った人が自動で付与されるロールです。このチャンネルに入った瞬間に、全員このエブリワンが付与されます。 でこのエブリワンっていうのは、えーまあ、要はノーマルの状態。特別何かすごいことができるっていう権限はないです。じゃあ逆に、えー、新しくロールを今作って、ここのプラスのところを押すと、ニューロールっていう名前で自動でまた新しいロールが作成できます。これを、まあ、VC とかっていう名前にして、でまあ、色もこれは自由に変えられます。まあ、何色でもいいんですけど、 まあ仮に青だとして、じゃあこの VC っていうロールの人は、えボイスチャットを接続できます、発言ができますっていう設定にするとして、で、この Everyone っていう人は、じゃあ VC、接続も発言もできませんっていうようにすると、えっと、一番最初に入ってきた人は、え、ー エブリワンのロールの人は、招待をもらっただけの人は、要は、まだ VC が発言権がない。なんで、URL が漏れたとか、ちょっと変な人が入ってきちゃったとかいう時に荒らされない、まあ、ボイスチャットが接続できないっていう設定にできます。逆に、自分のリアフレイとか身内とか、自分が誘った人は、誘った人にはこの VC っていうロールをつけると、え、ー ボイスチャットが使えるよっていう発言にしたりとか逆にえメンバーをミュートにする権利を与えるとかあとはまあニックネームその人のニックネームを分かりやすいように変えることができるとかあとはメンバーをバーンしたりキックしたりするよっていう権限を与えることができたりとか本当にいろいろ何でもできますでえっとこれはユーザー設定 ここを押してもらうと、ツ、えー、イッチと連携ができます。連携すると何ができるのっていうと、ツイッチのスタンプ、サブスクしてる人のスタンプとかが使えるようになるんで、もしよかったらやってみてください。で、えー、その連携をして、サブスクのスタンプが使えるだけじゃなくて、これはまあ自分のサーバーなんですけど、えー、自分のサーバーの先ほど説明したロールですね。 ツイッチサブスクライバーっていうロールが自動で作成されるんですけど、まあ、そのツイッチサブスクライバーの人は、えー、サブスク限定の、えー、例えば、まあ、画像が見れたりとか動画が見れたりとか、まあ、VC で、えー、スクリームや大会の応援ができるチャンネルを閲覧したり接続したりすることができるよっていう設定にもできます、まあ、こんな感じで使ってみてください 今回はこれで終了したいと思います。えー、結構いろいろ複雑な設定ができるので何か質問等あれば、えー、Twitter の DM でお待ちしております。